二十四節気、大暑。大暑は二十四節気の十二番目で、夏の最後の節気となります。この時期の中国はほとんどの地域で最も暑い時期を迎えることから、人々は清涼感を得るために中医薬材料を煎じたお茶、風茶を飲みます。広東省一帯では暑気払いのデザートとして、仙草ゼリーを食べる風習があります。ホタルが孵化して舞うのもこの頃で、ホタルは朽ちた雑草に産卵するため、昔の人は朽ちた雑草のホタルに生まれ変わると考えていました。浙江省の沿海地域で始まった大暑戦を送る風習には、数百年の歴史があります。人々は祝意を込めて不当に運ばれる大暑戦を見送ります。海上で燃えながら漂う船には人々の五穀豊穣と安寧な暮らしへの願いが託されています。